皆様お待たせしております。今日はお越しいただきありがとうございます。文藝春秋の藤森と申します。この本の編集を担当しました。初めての書籍、ゴルフ女子力ファッションモデルがベストスコア79を出すまでを刊行した三枝心さんです。皆さん聞こえますか？こんにちは。なんかいっぱいリンゴルフでも会ってる方がたくさんいらっしゃいますね。この本の一部を占めているテーマでもあるんですけれども、心さんが去年スイング改造に始まりました、はい、その時どんなことがあったのかとか、皆様にもお役に立ちそうなお話を聞かせていただきたいと今日は思っています。はい、皆さんも本の中身はもう読んでいただいた方半分ぐらい、半分以上はありがとうございます。スイング改造をした、一番の理由は、30歳の時にすごいスランプというか、ゴルフボールとクラブが当たんないんじゃないかみたいな、このクラブの距離の長さに対してこのボール小さいなみたいな、なんかもうわけわかんない状況のメンタルに陥りまして、今まで普通にクラブを振ったりとかボールに当ててきたものがどこに飛んでいくかもわかんないっていうことで、もうスコアもめちゃくちゃ、スイングもめちゃくちゃっていう時代がありまして、その時に森森弘コーチにお会いしてレッスンに行きました。その時にすごくこう、ゴルフってねこういうスポーツなんだよとか、理論ですね、ゴルフってこういう物体でこういうものを捉えるスポーツ、これってどういうことか分かるみたい、クラブってこういう風に入ってこういう風に出ていくのが正しいんだよ、もうずっとお話 で黒板とか使って40分ぐらい永遠に森さんに語ってもらって、はぁ、みたいな、頭ですごくこういろんなイメージを作りながら森さんの話を聞いてたんですけど、最初になんでそんなことをされたのかっていうのは今はよく分かって、やっぱり今までは感覚とかやってきた練習量とかで自分のゴルフを作ってきたんですけど、頭で考えるゴルフ、頭で今こういうことが原因で出たんだなっていうことが全く分かんなかったんで、だから壊れた時にどうにもならなくなった。だけど今は直し方がすごく分かったと言いますか、だから本当にスイングがちょっとおかしくなってもすぐに直せるというか、自信がついたっていうことにつながったかなと思ってます。ココさん、もともとはそのパープウェイを目指す、そうですね、72を出したくて出したかったです。そうですね、でも森さんのところはやってるうちに森さんがパープレー出るからやってみなって言われて目指すようになったって感じですかね。でリスティからそろそろパープレー目指してゴルフしてみてもいいんじゃないって言われて、それで、あ、じゃあせっかくだから YouTube でやってみようかなっていうので企画で始めたんですけど、一番パープレーに近づいたのいつ？一番近づいたのは多分去年の秋とか、森さんのレッスン中に70、ラウンドレッスンしてた時に74が出たのと、あと自分がデイスターゴルフクラブ、行ったことある方もいらっしゃるかな、行った時に75か4が出たのが一番近かったですかね。でもその時に思ったのは、今の私には4バーディー必要だなって思いました。ラウンドレッスンはすごく良かったですね。そうですね、ラウンドレッスンは本当に最初、私は本当に皆さんよく指摘いただいてたんですけど、右に向く癖がすごくて、本当右に向いてるの分かってるけど直せなかったんですよ。でなんで森さんもその鳥かごでレッスンしてるときはちゃんと向けるのに、コースであんなに右に向くのかが分かんないが、とりあえずラウンドレッスンに行こうって言われて、まず一番嫌だと思うとこどこ、左の林です、じゃあまだあそこ向いてって言われて、あそこ向くんですか、体を、やっぱり人間ってこう向くのは平気だけど横になった途端になんか不安になるというか、みたいな感じになったんですけど、今日はラウンドレッスンだから僕の言うこと聞いてやってみようよ、はいってことで、こっちの方向ですね、体もオープンスタンスですよね、完全に今までクローズスタンスだったのをオープンスタンスに変えて、であとはイメージ、あとはイメージで打ってくれ、イメージ、私はドローだからこうオープンスタンスだけどイメージで打てるからって言われて、もう目つぶって打ったぐらいの気持ちです。その時は怖かったから。でもその時に本当びっくりするぐらいのナイスなドローが出て、あっち向いてんのにドロー出るじゃんっていうので、めっ
ちゃくちゃ自信に変わりました。あ、私オープンドロー打てるみたいな、憧れてた女子プロがよくやる、まあ、イボミプロとかよくやってるんですけど、オープンドロー、オープンドローって打てるんだってなって、それからアドレス、まあこの本にも書いたんですけど、アドレスが変わればゴルフってすごく簡単になります。アドレスで、あとは本当考えずに振る、決めて打つ、アドレス考えて決めて打つ、まあ意識することは多分1個かな、まあ多くて2個で本当にいいと思う。であんまりこう変えないでそれをやることが大事だと思うんですけど、アドレス変わればこんなにゴルフって楽になるんだなっていうのが私は一番感じましたね。はい、スイングの進化もありますし、気持ちの進化もありますし、結構最初から読んでもらえると、今までになかった私が、まあ、こんな波があったんだなっていうのが見てもらえるかなと思います。まあ、90ギリ、まあ、90ギリって書いてあるんですけど、別に80ギリの方でも100ギリの方でもアドバイスになるようには自分なりには書いたので、参考にしてもらって、まあ、ベストスコア、まあ、一番やっぱスコアなのでね、ゴルフはね、ベストスコアを目指していっていただけたらなと思います。36番の方いらっしゃいますか。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。どうもありがとうございます。これを持ちまして、はい、お疲れ様でした。